こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですロシア軍がクリミア半島に先日配備した最新の対空ミサイルシステム S500 プロメテウスをウクライナ軍はエイタクムスを使って爆撃し破壊したと言われています。NASA ・アメリカ航空宇宙局のファームズ衛星による火災検知システムによって ジャンコイの対空防衛陣地での火災が確認されたことから S500 の破壊はほぼ確実だろうとされています今日はこのことについてお話しますこの度ウクライナ軍がミサイルエイタクムスを使って爆撃したのはロシア軍が不法に占拠するクリミア半島のジャンコイ飛行場のそばにあったロシア軍最新の対空ミサイルシステム S500 プロメテウスですこの映像はロシアのテレビで放映されたロシア最新の対空ミサイルシステムプロメテウスのレーダーシステムの姿です。エイタクムスのような高速弾道目標を追跡するために使用される対弾道ミサイル光線アクティブフェーズドアレイレーダーだろうと言われています。クリミアウィンドはクリミア半島のジャンコイ飛行場付近で ロシア軍の最新の防空システム S500 プロメテウスが破壊されたようだと報じていました NASA アメリカ航空宇宙局のファームズ衛星による火災検知システムが2024年6月28日のキーウ時間13時に取得した衛星画像情報によりますと S500 が配備されたとされるジャンコイ飛行場近くの 対空防衛陣地で火災が起きた様子が確認されました。衛星画像で実際に破壊された詳細な様子はまだ確認されてはいませんが、NASA のファームズで火災が確認されたということは、S500 が破壊されたのはほぼ確実だろうと言われています。アメリカが供与した弾道ミサイル ATACMS を使ったクリミア半島への攻撃で、 ロシア軍の長距離地対空ミサイルシステム S400 トリウームフが次々に破壊されてしまったためロシア軍はまだ1機しかないと言われている最新の長距離地対空ミサイルシステム S500 プロメテウスを引っ張り出してきてクリミア半島のジャンコイ飛行場に配備したばかりでしたロシア軍によれば 最新の S500 プロメテウスの射程距離は600キロメートルで、秒速7キロメートルの超音速で飛行する最大10個の目標を探知して同時に攻撃することができると豪語していました。しかし、その最新の S500 プロメテウスでさえも米国製のエイタクムスミサイルは迎撃できなかったようです。 ロシア連邦財務省の統計によれば、ロシア軍の防空システムはこれまでに871ユニットが破壊されており、ロシア軍防空システムの損失の金額は60億9700万米ドルに達したと、ウクライナのインフォルムは6月28日に報じています。60億9700万米ドルは、 日本円で9813億円と、ロシア軍の防空システムだけでほぼ1兆円近い損失が出ていることになります。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。